3月の中旬に沖縄県で撮影をしました。はい、なんかずっと天気が良くて、そうですね、そう、結構雨予報もあったんですけど、4日間もずっと晴れて、雨も一回も降らずに、全部すごい調子のいいまま撮れました。体重が 4.6kg、ウエストが 11.7cm減って、無修正ボディということで、はい、今回あのボディラインを一切修正してない写真集になっている、はい、なんで笑うの、はい、修正してません。ちょっと今日とかやってみて。ああでもやっぱりファースト写真集、セカンド写真集の時は結構多めに注文してたんです。ここをもうちょっとキュッてしてほしいとかいろいろお願いしてたんですけど、サード写真集に関してはもう撮る前から無修正でやりますよって言われてたんで、もう絶対に完璧な状態でやらなきゃダメだなっていうのは分かってたんで、でも意外と出来上がったものを見たらなんか全然修正してほしいところがそんななくって、で結構自分の中でも満足いってたんでいい感じと思ったし、あと意外とファンの方たちからもなんだろう、ガリガリっていう写真集じゃなくって、うん、なんか健康的な、ぽよぽよしてるゆきぽよも良かったけど、こういう健康的なボディのゆきぽよの方がやっぱり綺麗だねっていうのは反響ありました。ちょうどお気に入りの写真で、振り袖ですかね、の写真を、これかな、はい、上げてたと思うんですけど、これは理由というか、これ、なんか結構今回の写真集では、私がこういうシチュエーションで撮りたいっていうのを結構編んださせていただいてて、でこれも私がやりたいって言ったうちの一つなんですけど、グラビアで振り袖ってあんまり使わないじゃないですか。なんでちょっと新鮮だなと思ったし、振り袖って結構エロいんじゃねって思ったんですね。でそれに振り袖でこうグラビアで合わせたら可愛いんじゃないかなと思ってやってみたら、やっぱ可愛くって一番気に入ってます。これちなみにゆきぽよさんがプロデュースした振り袖に、そうです、自分でデザインさせていただいた振り袖で撮らせていただきました。あと、まあ、修正以外にもですね、まあ、すっぴんの、本当に一切メイクしてないすっぴんの衣装、カットとか、結構ヘルシーギャルみたいなのがテーマだったと思うんですけど、その辺もなんか撮影してみてとか反響とかどうですか。そうですね、やっぱり普段からギャルメイクでお仕事させていただいてるんで、すっぴんの時の表情の作り方が分かんなかったんですよ最初。でもだんだんなんとなく掴んできて、すっぴんでも可愛いじゃんってことに気づいて、自分でね。でやっぱりでも結構2年前ぐらいからすっぴんの写真集やってみたいなって思ってはいたんで、夢も叶えられたし、あとファンの方からもすっぴんでも漏れてるねっていう声をいただいたので、挑戦してみてよかったなって思います。はい、ありがとうございます。今回、まあ、タイトル始めましてということですけども、これはなんでこういうタイトルになったのか。そうですね、やっぱりファースト、セカンドはゆきぽよグラムでやらせていただいてたんですけど、サード写真集の時はちょっといろいろなタイミングがありまして、やっぱり生まれ変わってちゃんと自分を見直してやっていこうと思った時に、改めて始めましてっていう意味で始めましてって付けさせてもらいました。再出発みたいな意味が入ってるんですか。そうです、再出発っていう意味もあるし、改めて新しい私もよろしくお願いしますっていう始めましてです。先ほども無修正ボディって言ってましたけども、1冊目2冊目の時にはそんなに修正してたの。結構赤いペンでカメラマンさんにも無理あるよって言われるぐらいギュギュってお願いってしてました。けどやっぱり無理があったんで、ナチュラルな修正でやらせてもらってました。ということは1冊目2冊目よりも体は絞れてるってことですか。全然絞れてます、全然違います。多分自分史上最強にいい体で写真撮れてます。先ほどライザップで痩せたって言ってましたけども、これ写真集を出すために痩せようと思ったんですか、それとも痩せたから写真集を撮ろうと思ったんですか。痩せたら写真集撮りたいっていうのを言ってて、痩せたら写真集撮りたいなって時に、ちょうどタイミングよくライザップさんとこう痩せようっていうタイミングだったんで、あ、じゃあ綺麗に痩せたら写真集出したいですってなった感じです。改めて出来栄えどうですか、見てみて。完璧です。完璧、一番いい。目標の部数、はい、何部でしょう。目標部数、でも大きく見といてとりあえず70万大きいのかな、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 大きいのかな
当すごいはず。あ、そう、本当ですか。もうちょっと下げた方がいいかな。いやいや、いいです。これ、さ、まあ、書いてあるのは3万枚撮った。3万枚撮りました。ってことですよね。はい、この中から、これはご自分で選んだんですか、それとも編集者が選んだの、どういう選んでいただいたのもありますし、選んでいただいた中で、私こっちのシーンの方が好きですって言って差し替えとかもしてもらいました。一緒に見てます。